ああ、綾子先生ったら、ちょっとテストが悪かったくらいで、居残りさせるなんてひどいわよ。私をいじめて楽しんでんだわ。なんなのあれ。ああ、やだ、こっち来ないで。驚かすつもりはなかったのよ。私はニケ、ムーンライトレディになれる女の子を探してるんだけど、あれ聞いてる？どうしたヒヨコ、何かあったのか？お父さん、人玉みたいのが私に話しかけてきて。なんだ、でかい音がしたから見に来たら寝ぼけてたのか。ひよこちゃん、驚かないで。私はお化けなんかじゃないわよ。取り付かないってば。お化けの言うことなんか信じられるもんですか。Thank you.
Yeah!